まず美里です。冗談的寸止め実践ルールに参加します。自分の実力を今一度見るために参加させていただきました。今日はよろしくお願いします。鈴木聡と申します。沖縄拳法空手を修行しております。本日は全力で頑張りますのでよろしくお願いいたします。以上です。さあ菊野さん、第13試合冗談突き寸止め実践ルールでございます。こちらどういったルールでしょうか。冗談突き寸止めで1ポイント、そして、実践ルールなので、投げも寝技もありですね。ただし、密着膠着は禁止です。噛みつかれることを想定してますね。なるほど。こちら右側が増井選手、左側が鈴木選手でございます、はい、そうですね。さあ少林寺拳法の増井選手、そして沖縄拳法空手が鈴木聡選手、うん、この少林寺拳法ってまたいないですよね、あんまり。いやもうでも少林寺拳法の選手いっぱい経験者に来てくれてますけども。来てます、はい、やっぱ強い、早いですね。早いですね、展開が早いです、早いです。圧力がしかも彼ありますね、増井選手は。一方の鈴木選手もね、あの手合わせ稽古会などに参戦して本当に強くなってますよね。このね、下段突きもポイントになります。上が増井選手です。鈴木選手、あの競技空手もやってるんでね、あのスピードが速い、突きのスピード速いですね。とってもこういうのですね、速いですね、うん、少林寺拳法の圧力も見ものです。うん、この 2対2、もう、あ、それでどっちが先に入ったか、これは審判判断、うん、マセ選手、マセ選手勝利ですね。3ポイント。でもお互いアグレッシブでしたよね。そうですね、あの良さがお互い出た試合だったと思います。空手とこちら少林寺拳法の良さが出ました。